8月29日懲りずに泡トレに来ましたよ。あ、中性脂肪たくさん減らせた男ということで頑張ってきます。あ、はい、今日も行ってまいりました。毎回言うけど今日も行くの嫌だったな先日の、区民検診の結果が出てさ、そりゃ中性脂肪の数字は20減った。これがどれだけすごいことか、しょうもないことかがあんままず分かってない。20減ることがどうなんだろうね。何かネットで調べればわかるかな。で、そんなんより、よく筋でも触れたけど、腹筋、お腹周りは減ってなかった。なんなら増えてた。本当はさ、筋トレやり始めたのは、なんだっけ理由。まあ、ブヨブヨ、ブクブク。おじさんみたいに太っちゃいけない。あんまみっともないおじさんになると、ネタも見てもらえなくなっちゃう。若い女子とか、まあ普通に、ね、芸人として。ということで、多少、ね、多少はシュッとしなきゃいけない。イケメンで売るタイプじゃないんだけど。っていう理由で筋トレに行き始めて、本当の理想は痩せマッチョなんだよね。ジャニーズ。顔はジャニーズじゃないの置いといて。でも、まあ普通にいっぱい知識や、今回の1年経った、区民検診の結果でもわかる通り、まあ本当に痩せたければ、本当に食事制限しなきゃいけない。これもわかっちゃいるだよ。でも、やだ。食事制限はやりたくない。で、暴飲暴食はしないように、ちょっと気をつけてるぐらい。そうそう。食べるものを節制するなんて、人生で楽しみを減らすのは嫌だ。美味しいものは食べたい。ある程度ね。ってことで、痩せマッチは無理でしょ？で、ある程度筋肉つけて、僕がね、こんなビジネスおじさんやってるのに、ムキムキになったら面白いんじゃないかと思って、ちょっと頑張ってたの、1年。なんなら理想がこちら。牛島くんに出てくる。獅子屋ってすげえ悪いやつ。地下格闘技にも出てる。もしくはこの後輩獅子屋が、営んでる、なんだセキュリティ会社用心棒だから喧嘩強いやつこんな T シャツ腕もパンパンで肩幅広くてもも筋もムキムキ、こんな、こうなったら面白いかなと思ってやってたんだけど、一年経ってね、まあまあ、まあ、足はもともとただ細いんだけど、いや、足も力入れてやってるけど、別にね、なんだろうね。まあ足そんな太くなりたくないけど、まあだからそんな、そんなに、だからでかい人、体に本当はなりたくない部分もあって何度も言う、そうそう、まあそれでもそう簡単にこんな風になれたら嬉しいなと思ったけど、こんな風になるのもやっぱ本当に、まあこれは漫画でただの表現だけど、こんなになるのは本当大変ということにも気づいて、本当に1日3回ぐらいプロテイン飲んで、週に下手すりゃ毎日部位を変えて筋トレ行ってんのかな、こういう風になる人は知らないけど、で、ささみとか、食事制限もある程度もするだろうし、で、結局、本腰入れるほどじゃない。食事制限もしない。私の今の健康のために週1ぐらい行く筋トレ。そうするとね、結局ゴールである痩せマッチョでもない、獅子屋さんでもない。何なんだろうってちょっと思い始めちゃって、なかなか今日やる気が出なかったんだよね。どうしよう。まあしばらくやりながら考えるけど、
本当にちょっとね、そのやる気がないからじゃないけど、ペースは落ちてきちゃってる。違うな。やる気がないからペースが落ちてるんじゃなく、たまたま8月ちょっとね、スケジュールで、本当に、ペースが落ちちゃってんだよね。前回行ったの8月22、今回8月29、1週間後ちょうど、中6日、中4日でやってくつもりなのに、次回もね、いろんな予定込み込みで入れるとちょうどまた1週間後になりそう。ずっと中4日でやってんのに中6日のペースになりつつある。これはいけないことなのでしょうか。もしくは続けてればまだある程度みっともなくブヨブヨはならないのかな、どうなんでしょうっていうのを考えながらもうしばらくやってみたいと思います。嫌だったな今日も。まあよくわかんない、手探りでやっていきますよ。まあ目に見えてわかんのは懸垂の回数とか力の見栄えぐらいかな。あとはまあ何でもいい、福井か、福井は食事制限、何でもいいけど変えたくない。まあちょっと考えます。力